つぼいのつぼです。ピンピンダラリンさんからいただいております。一宮の方でございますけれども、まあまた似た事件が起きましたね、ということです。似た事件。はい。全国で飲食店を展開する、物語コーポレーションは、5日、大阪府門真市の丸源ラーメン門真店の女性アルバイト店員17歳が、店の冷凍庫内でソーセージを3本加えた写真をツイッターに投稿していたことを明らかにしました。同社によりますと、この店員は4日の夕方、ソーセージを加えた写真を別の女性、アルバイト店員16歳に撮影してもらい、ソーセージを加えたり遊んだり、いろんなものをパクったりして笑いすぎたとのコメントをつけて投稿。その後写真を撮影した店員も同じ写真にほんまにさすがやわとコメントをつけてツイッターに投稿した。ねえ、うん、ホームページで、まあ、この人、なんかの同社はですね、客からの連絡などでそれを把握して、ホームページで謝罪。5日から門真店は休業しており、再開時期はまだ未定。店の開封済み食材は、廃棄し、冷凍庫内を消毒すると、店員2人を処分すると。そういう方針でツイッターのアカウントはこれはもう削除されました。呆れ返るほどこの種の事件連鎖しておりますですね。つまるところモラルが高い人を雇えばこういう馬鹿げたことは、ないと思うんですけども、アルバイトをかなり必要とするコンビニやこのような店員はチェックしきれずに採用しているんでしょうかね。二度と起きないように社員教育を徹底したいと同社はコメントしておりますが、この社に限らずアルバイトに社員教育とか言ってもはあはあと聞くだけで、どうで起こす、こういうことを起こす人は起こすんではないでしょうかねというようなお便り、うん、ただまあ、こういうことしでかすバイトさんたちって普段のバイトとしての仕事も、真面目に一生懸命お店のために尽くしてやってくれてるなっていうタイプではないと思いますけど ね、 僕らもアルバイト随分やりましたけども、はい、僕らが例えば喫茶店で うん、お茶を飲む時でも、お店の本当に、まあ、プロの方がね、いらっしゃいませ、うん、どうぞと言って、おしぼりどうぞ、ご注文何にしましょう、はい、かしこまり、復唱させてもらいます、何々ですね、わかりました、しばらくお待ちください、スーッと言って、うん、でお待たせしました、そっとこう置くと、うんうん、いうようなプロの人が来てもブスーッとしててですね、うん、コーヒーうん、分かったか分からんか分からん、福島先生で来たらガチャーンと置くということも経験してますし、僕もアルバイトでそういうとこも経験してますけども、うんうん、客として行った時にガチャーンと置かれたり、そんなんでコーヒーの値段を安くしてくれるんやったらそんでもええよと、だけどプロがきちんと運んでもガチャーンと運んでも、うん、値段にしてやったらこらーって言いたくなりますよ、うん、そんなものは、はい、いい加減せよっていう、だから僕ら、あ、お客さんってそういう立場だから、僕らバイトってあってもね、ちゃんとプロかなんかわからんぐらいにちゃんとやりたいなと思ってバイトをやってたんですけどもね、はい、僕らの頃は、はい、どうなん今はそれ、なんですかね、うん、楽しいのかな、で写真載せるの、結局ある方が言ってました、武勇で、うん、でも自慢話、でもこれ、うん、自慢、どこをどう自慢なんですかということは、小高さんにはこの自慢話は滑ったわけです、自慢も何もなれへんぞ、ギャグと言って面白いでしょって、面白ないというのと同じで自慢話と言ったけど、小高さんのような人には無茶をするっていう自慢、それは間違ってるんですよ、はい、間違ってるけど、この間のほらディズニーランドで変なとこ乗ってわーって、これが発端だって言われてますけど、はいはい、あれなんかは人が入れないところに入り込んで、誰も行ったことがないところに行ってどうだみたいな、うん、いわゆる、まあ、武勇伝自慢話、うん、だみんなバカだねって、うん、それが武勇伝なのってみんなバカだねって言って非難したわけですけど、うん、今回さらに、うん、そこにすらも至ってないというか、武勇伝、何をどうすると武勇伝なのっていうのも、さっぱり私は理解できないんですけど。友和さんがですね、はい、こんなソーセージ3本加えてというのはね、はい、別の仕事に進んだ方が、もっと喜ばれるんとちゃうか、いう話です。何の仕事か分かりましたけど、だって、お店にあるソーセージを3本加えたのは何が武勇伝なんですか、はい、何が大変とか分からないんですけど、滑っとるわけです、そのセンスすらもないわけですよ、分からない、
店には迷惑、武勇伝にも成立しないという、うん、でこれがどうしてこう流行るような形で連鎖するかもわからないですね。というだから滑ったんだという僕らが言ってますけれども、すごいねっていう人がいっぱい世の中にいるとするならば、何がすごいのかがわからないんですよ。日本人のこの感性が今どこに向かおうとしているのかという、はい、そういうそっちの方の危機感も、何がすごいかがわからない、クリオネブルドッグさんからもやっぱ別の道へ行った方がいいだろうと主婦山主婦子さん、ガッツ一物さんからも、むっちゃんからもですね、これ本当に損害賠償とかああいうことからしたらですね、ものすごい、はい、楽しいことじゃなくてめちゃくちゃなこと、これこの後だからみんな面白がってやってますけど、これ次々とやった子たちがこの後どうなってるかっていうと、損害賠償とか、うん、えらいもう周りから大非難されてえらい目に遭ってると思うんですよ、はい、そこまで考え至ってるんですかね。分かってないと思う全然至ってないと思うんですね。前例があるんだから分かりやすいと思うんですけどね、はいはい、どんな目に遭うかってまあ、ルイは友を呼んで、はい、こういうのがまたダーッと増えてるという、確実にそういったことが武勇伝ですね、楽しいですね、すごいですね、うん、という人も確実にいるらしいということですね。